春の G1 シリーズ第2弾。吉影カップ G1、間もなく出走です。今回は、17頭による熱き戦いが行われます。果たしてどの馬が勝つのでしょうか？1番人気は、朝倉記念を制したまゆまゆブライアン。ファンの期待に応えることができるのか？スタートしました。おっと、カイドールドルフ大きく、出遅れた。その他はまずまずのスタート。1番人気まゆまゆブライアンは現在この位置。ここからどんな競馬を見せてくれるのでしょうか？ここ鶴ヶ競馬場では、大歓声が鳴り響いています。17番人気、ダンウララはここにいます。誰も期待していませんが注目してみましょう。800の標識を通過しました。横一線、激しい戦いだ。上り3ハロン、タイムは46秒49。スローペースでレースは進んでいます。間もなく第4コーナー最後の直線。おっと、真白キャップ落馬、落馬だ。各馬一線に落ちが入る。激しい叩き合い。マリマリブライアン出る。横一線だ。これはわからない。竹騎手のツナさんブラックは、馬群に沈んだ。勝ったのはどの馬だ？どの馬だ？勝ったのはルリグルーヴだー。ルリグルーヴです。2着はまゆまゆブライアン。3着に雷キング。4着にもしドラクロスという結果になりました。吉影カップを制したのはルリグルーヴ。圧倒的力を見せつけました。待たせたな、その貧乏口。それではまた次回お会いしましょう。